白川みゆき、白川みゆき、1970年代は、日本のクラシック音楽のソプラノ歌手である。福岡県、北九州市出身。東京に機械会員。著名な家族に、騎士、森下卓球団。俳優の森下大地、をい。3歳からピアノを習い始める。中高一貫校私立西南女学院中学校。 高等学校に入学し合唱部に所属した後に、声楽の道へ進む。京都市立芸術大学卒業、音楽学部賞受賞。同大学院修士課程音楽研究家声楽、先行主席で終了。歌曲を、倉田博之、C、オッカー、オペラを宮廷歌手 J ・スコボッティ、発声法をアイバームサーに指示。コレペディクアとして指揮者の H.J. カウフマン。 SJ バスに指示。読売文化センター、お勤め帰りのボイストレーニング、十字屋カルチャーセンター、初めての声楽、入門、グーテンタークドイツ語初級会話、北九州日独協会、ドイツ語会話員北九州講師、平成音楽大学講師。1991年、RCV 京都、学生ケーブルテレビ子供番組レギュラー出演歌の、お姉さん、学生パンダ、 中継レポーター。音楽祭やイベント総合司会を務める。1992年第11回、飯塚新人音楽コンクール第1位、及び優秀賞を受賞。1993年神戸電鉄主催でデビューリサイタルを開催。1994年第4回、JSG 国際歌曲コンクール第1位、及び聴衆審査による特別賞を受賞。 1995年日本演奏連盟ソロオーディションに合格。大阪泉ホールにおいてソロリサイタル開催。大阪文化祭小奨励賞を受賞。同年京都青山財団主催にてソロリサイタルを開催。第5回青山音楽賞を受賞。1996年京都市公共楽団定期演奏会式。 井上道義による EW コルンゴルト、シノと日本初演にて中丸道へと共演、ルシエンヌ役を演じる。1997年第8回日本、モーツァルトコンクール第2位。京都青山財団海外研修費にてドイツへ留学。1998年、モーツァルト音楽大賞優秀賞受賞。NHKFM、土曜、リサイタルにて、シューベルト歌曲が放送される。 ニューメディア、山口プラザにて、FM、山口公開録音ソロリサイタルを開催。1999年京都市公共楽団、第2代目常任指揮者の半水をあひ向かう不満を、伴奏者に迎え音楽賞研修披露演奏会を、開く。井上道義式、京京ニューイヤーコンサートに、ソリスト出演。KBS 京都にて、TV 放映される。 第6回芸術祭典系にて、重山千路上演出の楽劇、旧、女塚に、主演、河村和江、と名美所女の声役として出演。若林正人の、クラシック万歳。や、ABC 朝日放送の、クリスマスコンサートなどにも出演。2000年ラジオブレーメンにて指揮者、ハンスヨアヒムカウフマンのピアノにて、詩自身の作曲による歌曲、シューマン。 女の愛と生涯、h ボルフを収録、放送される。2001年ウィーン国立音楽大学マスターコース、受講、教授インゲボルグ・バームサーに指示。2002年国際歌曲、マイスターコースにて、ヘルムート・ドイチュ、ディートリヒ・ヘンシェル、ジェームス・テイラーの指導を受ける、南ドイツ・シュトゥットガルト近郊のバットーラ派での秋の、音楽祭、インゲボルグのオペラ講習クラスにて演奏。 2004年、エテルセン上主催のリーダーアーベントに出演。ドイツブレーメン州、ニーダーザックセン州にて、主に教会や古城にて、ドイツ歌曲のリサイタルを開催する。ブレーマーフィルハーモニー管弦楽団とバッハカンタータ51番を共演。ウィーン・シューベルト教会、グーテンブルグ城にて演奏。2008年帰国2009年九州、公共楽団定期演奏会に、ソリスト出演。 2012年イタリアミラノにて、オペラ研修ミラノ郊外において、コンサートに出演。2013年北九州市市政50周年、記念オペラ公演、アイーダにて、アイーダ役を演じる。2014年北九州環境、推進事業企画オペラ公演、菜の花のお話にて、お母さん役を演じる。その他政治家をはじめとする議員の会式典、国連の回答での演奏。 蝶々夫人、蝶々夫人役。2015年ポリターマグレコ歌劇場、蝶々夫人、蝶々夫人役。2016年日国交150周年記念、ジャンニス・キッキラウレッタ役、カバレリアル・スティカ、ナローラ役2017年トリエステベルディ歌劇場、ジャンニス・キッキラウレッタ役、カバレリアル・スティカ、ナローラ役二千十八年。 修道ジョアンジェリカ・アンジェリカ役、北九州市市政55周年記念、ランメルモールのルチア・ルチア役2019年、トレース・テベルディカ劇場、シーズン・オペラ、カルメン・ミカエラ役2020年、トゥーランドット・リュ役で、出演予定1994年チャイルドブック、出版 CD、親子の触れ合い音楽会、キティちゃんと一緒1998年、 子供の歌 200CD 全曲集10枚組2017年、詩人の夢ソプラノと弦楽詩重奏による、ドイツ歌曲集、白川美雪ミラージュクワルテット。ブラーボー10月号掲載、レコード芸術11月号推薦、音楽現代推薦版、CD ジュアーネル11月号掲載。ありがとうございます。